今朝も時を許されて、このように礼拝に預かる恵みを心から感謝したいと思います。先月まではネヘミヤ記をご一緒に読み続けてまいりました。いつ頃読み始めたのか遡ってみますと、2年前の6月、ちょうど横山牧師をお迎えしてすぐの時期から始めたことが分かりました。月に一度ですので、本当に亀の歩みでしたけれども、2年かかって終えることができました。ところどころ飛ばしながら読みましたので、全部とは言いませんけれども、内容としては全体を扱うことができたのではないかと思います。先日、解放衛星にも書かせていただきましたけれども、ネヘミヤ記というのはちょうどバビロン捕囚の後の時代、そして新約聖書の少し前の時代のことになります。教会ではあまり馴染みがない時代、そして日曜日にあまり説教で聞くこともない箇所でしたので、お付き合いいただいてお聞きいただくのも、なかなか骨が折れたのではないかと、皆様に助けられて、ネヘミヤ記を終えることができて、感謝をしています。さて、今日からまた月に1回ずつ、次はどの箇所に取り組もうか、正直に申し上げると、どこの箇所を選んでも、好意的に受け止めていただける、意見できるのは、牧師の多分伴侶からで、皆さんなかなか意見するのは難しいと思いますけれども、となりますと、責任が重大で、どの箇所を礼拝で取り上げるかということを真剣に考えなくてはいけません。大抵の場合ですと、これまでに日曜日ごとにどんな説教が語られていたのか、例えば、去年、ルカ福音書が終わったばかりで、またもう一度同じものを初めからやるということはあまりありません。もちろん必要があれば、同じものを繰り返し読むことはあるかもしれませんけれども、その場合は皆さんに納得していただける理由が必要になってきます。そして、今私たちの住む現代がどんな状況なのか、そのこともまた考えなければならない、環境問題であったり、人種差別であったり、平和について、私たちが住むこの地上には、ありとあらゆる苦難があって、一人一人のうめきがあります。そのような一人一人に、教会はどんなメッセージを届けることができるのか。もちろん、社会問題に引っ張られて、聖書の中身を見失ってしまったら、元も子もありませんけれども、今ここに座る私たち一人一人が、どんな状況に身を置いているのか、そのことも思い巡らすことも、また説教の箇所を選ぶきっかけにもなります。これが案外重要なのが、牧師個人の力量といったらいいのかもしれませんが、私自身は経験が浅いので、予語記とか、画家とか、難解と呼ばれる書物に取り組むのには少し勇気がいります。もちろん、経験を重ねればできるものでもありませんし、若いからできないということもなくて、私よりももっと若くて、でも丁寧に取り組んでおられる方もたくさんいらっしゃいます。誰でも勉強すればできるのかと言われると、そうだと思い切ることはできないんですけれども、私自身はまだ経験も勉強も足りてないなと思います。どれぐらい経ったら足りるのか、ちょっと想像もつきませんけど、
っと足りてないな、まあ、そういう意味では、まあ、ネヘミヤ記は私の、まあ、実力といいますか力量からするとだいぶ背伸びをしてしまった、私自身の努力よりも、まあ、皆さんの聞き手の皆さんの経験や、まあ、理解に、まあ、助けていただいて、まあ、どうにか終えることができたかなと思っています。まあ、少し前置きが長くなりましたが、まあ、あれこれと悩みつつ、まあ、行きつ戻りつしまして、まあ、しばらくは、まあ、このように決めました。まあ、受難州の出来事の中であまり、まあ、礼拝で取り上げることのない箇所に、まあ、注目してみたいと思います。まあ、受難州といいますと、まあ、ロバに乗ってエルサレム入場されたという箇所であったり、まあ、最後の晩餐とも呼ばれる、まあ、過ぎ越しの食事であったり、まあ、有名な箇所がたくさんあります。まあ、けれども教会では、まあ、受難週というのは1週間しかありませんので、今日から受難週ですと言った次の週には、まあ、イースターおめでとうになってしまいますので、まあ、なかなか受難週のすべての記事を一つ一つ読むという機会がありません。まあ、せいぜい1つか2つしか取り上げることができません。まあ、先日も中学生の授業をしているときに、ちょうど受難週の出来事に入りまして、まあ、駆け足で1週間の出来事を説明しました。あのベタニアで香油を注がれるだとか、ヨセフにお墓に埋葬されるだとか、まあ、一つ一つ非常に短く説明しながら、でもこれはすごくいい話だからもうぜひ読んでほしいと、まあ、自分で言っていながら、まあ、はたと、まあ、私自身がそんなに深く一つ一つの話と向き合うことができていなかったなということにも気づかされました。まあ、というわけで、まあ、しばらくの間、まあ、とりあえずひとまず今度の4月まではこの受難週の出来事から、まあ、飛び飛びに、まあ、あまりこれまで読む機会がなかった箇所を取り上げたいと思っています。私自身の学びのためでもありますし、そして、まあ、受難週にどんなことが起きたのか、まあ、そのことを、まあ、皆さんにも知っていただきたいという思いもあります。いくつかを拾い上げて読みながら、まあ、次のイースターを迎える頃には、まあ、ちょうど、まあ、帳尻が合うような形で受難週の出来事を読み終えることができればいいなと思っています。先ほどマルコによる福音書が朗読されました。マルコは4つの福音書の中で一番短くて一番古い福音書です。おそらくマタイとルカはこのマルコによる福音書を参考にしながら、手に取りながら福音書を記したのではないかと言われています。そして、まあ、マタイ福音書が28章まであるのと比べて、このマルコによる福音書は、まあ、たったの16章しかありません。まあ、とても短いものです。まあ、けれどもこの16章のうちの、まあ、半分とは言いませんけれども、まあ、4割ほど、まあ、具体的には11章から16章まではこの受難週の1週間の出来事に費やしております。福音書の大半をイエス様の最後の1週間の出来事に費やしている。ですからマルコはこの1週間の出来事を書くために福音書を書いたと言ってもいいかもしれません。まあ、本日はこの受難週の出来事の中で、まあ、見出しで一軸の木を呪うという箇所を記されている箇所をご一緒に読みました。まあ、今日この箇所だけを読みますと、まあ、これは一体何の話だろうと、まあ、思ってしまうような箇所です。まあ、前後のつながりを見てみますと、この一つ前にはイエス様がロマによってエルサレムに来られたというエルサレム入場と呼ばれる箇所があります。そしてこの一軸の木を呪ったその次には、前の聖書ですと、まあ、宮清めと呼ばれる神殿から
まあ、商人たちを追い出す、まあ、これまた、まあ、有名な箇所が記されています。まあ、曜日で申し上げますと、エルサレムに来られたのが日曜日、そして今日読んだ箇所は、まあ、翌日と始まっていますので、まあ、月曜日の話、そしてこのイチジクの木を呪ったその足で神殿へと向かっていきます。まあ、さらに飛びまして20節には翌朝早くとありますので、ここからは火曜日になることがわかります。まあ、ただし、まあ、イチジクの木が枯れていたという、まあ、内容がありますので、まあ、本当ならこの部分まで今日お読みした12節からちょっと長いですけど25節まで、まあ、一つの内容として 一つの塊として読むのが、まあ、正しいようです。まあ、そうなりますと不思議なことにイチジクの木の話の中に宮清めの出来事が挟み込まれている。まあ、ちょうどサンドイッチのように最初はイチジクの木の話で始まって、まあ、途中から宮清めの話になって、で最後はもう一度イチジクの木の話に戻ってきます。まあ、これと似た構造がこれまでなかったわけではありません。まあ、大変有名なのが、まあ、ヤイロの娘と12年間出血が止まらなかった女性の物語、マルコの5章に記されている物語です。まあ、これもはじめ、まあ、ヤイロの娘の話が始まって、まあ、途中から12年間出血が止まらなかった女性が割り込んでいて、まあ、どうなることかと思っていると、最後にはヤイロの娘の話に戻るという行動をしています。まあ、おそらくこれは、イエス様の周りでよくあることだったのではないか。まあ、つまり、イエス様のもとを訪れる人はたくさんいて、後を絶たない、例え話を話している最中に、病人は運ばれてきたり、食事の途中で立法学者との論争が始まったり、まあ、たった3年という、まあ、交渉外の中で、まあ、毎日次から次へといろいろなことが起こる。まあ、それらを、まあ、順番に書き留めていくと、まあ、どうしてもこのような行動にならざるを得なかったのだと思います。まあ、となりますと、この今日お読みした短いイチジクの木を呪うという話は、次の神殿から商人を追い出すという話とセットで理解をしなければなりません。まあ、どうしても神殿から商人を追い出す話の方が有名で、こちらばかり取り上げられることが多いのですけれども、先ほども申し上げたように、本来なら切り離さないで読んだ方が理解も変わるのだと思います。この神殿から商人を追い出すという部分は、まあ、比較的分かりやすい話なのではないかなと思います。まあ、文字通りに大体理解をすることができる。まあ、本来神様を礼拝する神聖な場所で、まあ、そこで商売が行われている。まあ、それはけしからんことだと、まあ、どなたも思われるのです。まあ、けれどもよくよく見てみますと、まあ、彼らは、まあ、お土産やアイスクリームを売っているのではなくて、捧げ物の鳩ですとか献金を捧げるための両替を行っている。捧げ物の動物は、まあ、牛ですとか羊などなどありますけれども、まあ、それらが高くて手に入らない場合は鳩でも良いということになっています。イエス様がお生まれになった時も、ヨセフとマリアは神殿に赴いて鳩を捧げました。鳩と言いますと、どこにでもおりますので、適当に捕まえて持っていけばいいような気もしますけれども、捧げ物の動物は傷のない動物でなければならない。片目が潰れたり、片足が折れたりしたら、それは捧げ物にはならないということです。
ユダヤの人々は、離散の民、ディアスポラと呼ばれていますけれども、ローマ帝国内、あちらこちらに住んでいます。世界中から神殿を目指して旅を続けていきます。その間ずっと鳩を連れていたら、それこそ病気になってしまうかもしれない。やはり神殿で飼うというのが都合がいいということです。両替もまた同じことです。ユダヤの人たちは日頃はローマ帝国の、ローマのお金、ローマの通貨を使っています。これは彼らから見ると、異教徒のお金、汚れたお金です。ですから神殿で捧げるときには、汚れのない、異邦人が触れていない、使っていないお金にしなければならない。神殿でしか使うことのできない通貨に両替をするんだそうです。鳩を売る商人も、そして両替人も、どちらも神殿の礼拝に必要なものでした。これがなくなってしまうと、遠路はるばる旅をしてきた、神殿で礼拝を捧げたいと思っていたユダヤ人たちが困ってしまう。献金や捧げ物を捧げる手立てがなくなってしまうから困ってしまうのです。そして当然、商人たちも自分の生活がかかっています。この手数料で自分たちの生活を成り立たせている。イエス様はこの人たちを困らせてやろうと思っていたのではありません。たくさんの捧げ物、たくさんの献金、この見た目の華やかさが礼拝の中心になっているのではないか、そこに本当に祈りがあるのかどうか、神殿が祈りの家になっているのか、イスラエルの不信仰に対する嘆きをイエス様が、少し乱暴な仕方ですけれども、イエス様が警告をされた、それが神殿から商人を追い出すという行為につながります。この神殿から商人を追い出す出来事と、今日のイチジクの木を呪うというのは、続けて起こった事柄として記されています。ですから、このイチジクの木を呪うというのも、信仰に対するイエス様の警告でもあります。日曜日にガリラヤ地方から旅をして、エルサレムに来られたイエス様は、エルサレムではなくてベタニアに宿を取りました。そして月曜日、イエス様と弟子たちは神殿へと向かいます。その途中で、イエス様だけが空腹だったと12節に記されています。弟子たちだってお腹を空かせていたかもしれません。しかし、夜ごと朝ごとに訪ねてくる人々、弟子たちへの教育、一人静かに十字架を思い巡らして、夜も眠らずに祈りを捧げる時間、いろんなことに忙しくて、イエス様が十分に食事をとることができていなかったことは想像できます。イエス様がふと目を上げると、葉を茂らせた一時期の木がありました。エルサレムでは春、3月から4月頃に葉っぱが茂ってきて、そして6月頃に実がなるのだそうです。今この私たちがお見せしているのは杉越祭の季節、ちょうど3月頃です。ちょうど葉が茂り始める頃で、まだまだ実がなるのには少し早い時期でした。ですからイエス様が期待を持って一軸の木に近寄りましたけれども、当然実はなっていませんでした。そこで言われるのです。今からのうち、いつまでもお前から実を食べるものがないように。20節を見てみますと、このイチジクの木は根元からすっかり枯れてしまったと、完全に死に絶えてしまったということがわかります。お前たちは葉っぱばかり茂らせて、
肝心の実りがなっていないのではないか。イスラエルの不信仰に対する警告がここにもあります。お前たちの信仰はどこにあるのか。見せかけだけの葉っぱばかりの信仰になっているのではないか。今からのうちいつまでもお前から実を食べるものがないように、とても厳しい言葉です。滅びの宣言と言ってもいいような言葉です。果実に向かって、イチジクに向かって、その実を食べさせるなというのは、少し大げさな言い方をすると、イチジクにもうイチジクの木であることを、やめるように言われているのと、同じことです。これまで通りの生き方では許されない、これまで通りの歩みでは違うということです。私たちはいくら真面目に生きていようとも、自分で自分の罪を清めることのできない存在です。罪を犯すことはできても、その罪を洗い清めることは自分ではできない。ただ神様に許していただくことを願うことしかできません。私たちもまたこのイチジクの木のように滅びの宣言を受けて、ただただ枯れてしまうしかない存在です。自分からあれこれ申し立てて、自分だけ特別に罪を見過ごしてもらうということができません。私たちの罪は神様の前にはっきりと書き記されていて、一点も隠すことができません。今からのうち、いつまでもお前から実を食べるものがないように、イエス様の言葉はとても厳しいものです。けれども同時に、このことにも気づかされます。イエス様はお前なんか枯れてしまえと言ったのではありません。生えていても無駄だから根こそぎ枯れてしまいなさいとおっしゃったのではなくて、あくまでお前から実を食べるものがないようにと警告をされたのです。あなたから実を食べることによって、あなた自身が隣人のつまずきの元とならないようにイエス様は守ってくださったのです。私と私の隣人を不信仰から遠ざけてくださった。私と私の隣人とこのような形で守ってくださったのです。イエス様は信仰のないところに実りを探そうとしてくださるお方です。葉の茂った一軸に歩み寄って、まだ緑がない、まだ実っていないとつぶやきながらも、しかし繰り返し私たちに歩み寄ってくださるお方です。私たちが相も変わらず葉ばかり茂らせる一軸の木でありながら、見せかけの信仰という過ちを繰り返しながらも、しかし今度こそは実りがあるのではないかと、イエス様は期待をしてくださるお方です。自分自身の信仰、日常生活を振り返ってみると100点満点だったとは言いにくい、口に出すのもはばかられるような、自分でもゾッとするようなこともあるかもしれません。イエス様に厳しく戒められるのはおそらく私だけではないと思います。けれどもイエス様は諦めないお方です。忍耐強く、辛抱強く、繰り返し私たちを見回って、そこに小さな実りがあるのではないかと強く願って行動してくださるお方です。このイエス様の深い愛に支えられて、私たちはようやく信仰を得ることができます。イエス様を信じること、罪の許しを願うことができます。今からのうちいつまでもお前から実を食べるものがないように、この言葉はご自身が命を懸けて私たちの実りを願ってくださったイエス様の言葉です。今はまだ緑がない、だけど次こそはと
強く願ってくださるイエス様のお言葉です。このイエス様の愛に支えられて、イエス様が私たちの罪を担ってくださるがゆえに、私たちは生きることを許されて、そして神の前に立つことを許されているのです。お祈りをお捧げいたします。古代天の父なるお神様、礼拝の恵みを感謝いたします。罪を置くあなたの前にまともに立つことのできない私たちです。信仰を飾り立てて自分をごまかそうとしてしまう私たちです。どうかイエス様の一度限りの